のダイレクトであのいいボール出しましたね、トラップが決まっていればというシーンでしたね、はい、後ろから小倉のシュート、ああー先制甲府、データ通り前半のうちにゴールを上げました甲府。小倉は今シーズンの2点目、その前のここですよね、はい、まあ、ここでまあ決定的なチャンス作ってから、まあ、小倉選手もいいタイミングで上がってきましたよね、佐藤がつないで最後は小倉でした。まあ、竹重選手ね、触ってたので止めたかったでしょうね、はい、早い時間帯にスコアが動きました。